今回はですね、8月23日からですね、いろんなメーカーさんがプレセールということで、新しい玉図をね、一挙にこうセールしているんですけれども、私もですね、そのうちの何台か紹介させていただいていますけれども、今はですね、 8月の23日のちょうどね、9時40分です。夜の9時40分です。なので、セールはだいたいね、16時、4時からやってますんで、まあ数時間経過したということなんですけれども、まあこの数時間で今回ね、発売されている各メーカーのプレセールしてるね、端末が一体どのぐらい売れてるのか、一体何が一番売れてるのかというところね、ちょっと見ていきたいと思います。 はい。それではね、まずはこれからいきたいと思います。これはね、私は実機で紹介をしていますけれども、AGM の H3 というね、まあ、タグネススマートフォンになります。 まあ一番の魅力はですね、これ暗視カメラですね。赤外線の暗視カメラ。ここに書いてますね。暗視カメラを搭載しています。で、価格が149.99ドルってね、非常に安い価格になっています。まあ精はね、高くありませんけれども、まあ、やっぱりタフネスマートフォンってね、そういったちょっとね、えー、変わった機能がついてるのがやっぱ魅力的というところなんで、この端末は、まあ価格が安いけれども、そういったね、普通の端末にはね、搭載されていないね、その暗視カメラがついてるということで、 まあなかなかね、ガジェットとしては面白いんじゃないかなということで紹介をさせていただきました。さてこれね、何台売れてるかというとですね、えー、151台ですね。うわぁ、こんなもんか結構ね、厳しいですね。そんな悪い端末ではね、なかったんですけどね。で、価格も買いやすいし、もうちょっと売れてもいいかなと思うんですけどね。まあまあ、やっぱりちょっと AGM っていうメーカーさんね、まあそこまで有名なね、メーカーではありませんので、まあ。 こんなもんかなというところですね。なんか思ってる少ないですね。はい。それでは次はですね。まあ、同時の V105G ですね。えー、こちらの端末はですね、これもね、実機で紹介をさせていただきました。えー、っと、この端末もね、別に悪くなかったですね。まあ、無線充電に対応していたりですね。あとその温度計ね、非接触型の温度計がついていたりと、まあ、なかなかタフネススマートフォンとしてはバランスも悪くないし、価格もそれなりにね、安いということで、まあ、これも全然悪くないんですけどね。 まあ一応、売れてる台数は、え、注文307台ですね。まあさっきのものに比べれば倍ぐらい売れてるってことですかね。 まあそれでも300台か、まあ同時って言えばね、そこそこ名は知れてると思いますけれども、まあ世界的に言うとまだね、まあ数時間とはいえ300台しか売れてないのかっていう感じなんですけどね、まあやっぱタフネスマートフォンっていうのはそのものがね、あんまりこう需要がないのかなと、まあ全体的に見ればね、やっぱりその、まあ需要が少ないのかなっていうことですけれども、まあなかなかこれも厳しいですね。 じゃあ次はね、ウレフォンです。まあ、ウレフォンのはね、今回8.23のプレスセールではアーマー1 2ですね。人気のタフネス,スマートフォンのシリーズです。えっ、ー、と、こちらの方はですね、まあ、あとまあ、バランスの取れたね、タフネスマートフォンということで、あとね、ウレフォンといえば結構ね、そのタフネスマートフォンではかなり長通っているメーカーなので、まあ、一体何台売れてるかというと、204台。おーっと、少ないっすね。ということは、同時の、さっきの端末よりも売れてないっていうことですね。 まあちょっと価格が同時と比較すると、ちょっと割高感があるかもしれませんけれども、こちらもね、ワイヤレス充電に対応していたりと、なかなか魅力的、あとデザイン的にもかっこいいんでね、もうちょっと売れるかなと思いましたけど、まあ、なかなかタフネスマートフォンって売れないんですね。 それでは次はオーキテルですね。オーキテルは今回ですね、このね、えー、バッテリーモンスターですね。本当にね、スマートフォンなのか、モバイルバッテリーなのかということで、まあ、結構話題性はあるね、非常に目を引く端末なんですけれども、まあ、これは私はね、実機で紹介をさせていただいておりますし、カズヒオさんもね、確か紹介してましたんで、まあ、結構オーキテル的にはね、まあ、いろんなところにね、YouTube の、YouTube やってる人に、まあ、あの提供してですね、まあ、プロモーションしてるということなんですけれども、 え、何台売れてるかっていうと、244台ですね。うん。まあ、これはね、ちょっとまあ、癖が強いというか、まあ、確かにね、こう、万人には全くお勧めできないと言いますかね。まあ、バッテリーの容量がとにかく大きいのが欲しいという方にお勧めできるけれども、まあ、確かにね、一般の人にはあんまりこう、お勧めできない端末なんで、まあ、これはちょっとわかるかなと思います。話題性はあるけれども、 実際買うかって言われると、まあ買わないかなっていうようなね。まあ YouTube でね、私の動画とかね、和彦さんの動画を見れば自負っていう方が結構多いかなと思いますんで、まあそういう部分で言うと、おやっぱまあ売れないかなと思います。まあそれでも244台売れてるんですね。まあこうなってくると同時の端末がやっぱりそこそこ人気なのかな。300台超えてましたもんね。 で、まあ起きてるはね、そこそこ名前も通ってるし、そういったプロモーションなんかも結構しっかりしてるんで、もうちょっとやれてもいいかなと思いましたけどね、えー、やっぱりタグネスマドン、なかなか難しい244台ですね。 はい。次はですね、ユミデジですね。まあ、ユミデジはですね、タフネスマートフォンではなくて、これも私紹介してますね。実機では紹介してないんですけど、えー、ね、プレセールで紹介してたと思います。ユミデジの A11 Pro Max ですね。まあ、ユミデジはね、日本でも非常に人気のある端末なんですけれども、まあ、こちらがプレセールで139.99ドルということで、非常に買いやすい価格と、非常にバランスの取れたスペックということで、まあ、これ人気があるんじゃないかなと思って今見たんですけど、ユミデジのね、 結構人気の A シリーズを持ってしても413台しか売れてませんね。いやー結構厳しいっすね。なんかもっと売れてもいいのかなと思うんですけどね。あーそうですかって感じですよね。タフネススマートフォンじゃないんでね、当然こちらの方が、まあ、一般の方にもね、えー、一般の方も買いやすい端末になってると思うんですけれども、で、価格も100ドル前半ということで、まあ数はね、売れてもいいんじゃないかなと思うんですけど、この端末もね、413台っていうことなんですね。 なかなかね、なかなか渋いですね、これはね。まあユミデジを持ってしてもね、まあこのぐらいしか売れないということですね。まあ逆に言うとまあこのぐらいしかスマートフォンって売れないんですかね。はい、それではね、新内登場です、えー。この端末がおそらくね、今回8.23のアリエクスプレスのプレスセールの中では、まあ日本ではね、特に注目の高まっていた端末、一番注目がね、集まっていた端末ではないかなと思います。 え、リアルミー GT マスターエディションですね。価格の方は299ドルです。まあこれ確かクーポンがあってね、276ドルぐらいで売ってたんじゃないかなと思いますけれども。まあ非常にですね、性能も高くて、価格も299ドルっていうね、非常に買いやすい価格で、さらにデザイン性も良くてですね、カメラ精度もすごく良くて、さらにこのグローバル版についてはね、なんかボルテがね、使えるということで、まあ和ズさんとかね。 えっと、カステラ王子さんとか紹介していましたけども、まあ、私のところにはね、提供が来なくて、ちょっと残念な思いをしてるんですけども、えー、なんかね、ボルテが使えるということで、まあそういうところも含めてね、すごく人気が高まった端末だと思います。まあただ、これね、売れてないんですね。1370台しか売れてないんですよね。で、リアルミーのね、まあセールとか過去に私も何回も紹介してますけど、まあ1万台超えちゃったとかね、まあシャオビの端末なんかもね、1万台超えちゃったなんてプレセール結構過去にあったと思うんですけど、 さすがに数時間とはいえね、えー、ね、まあ、9時とはいえ、1370台しか売れてないっていうのは、ちょっと売れてないですよね。端末自体は全然悪くないと思いますし、価格的にもね、魅力のある価格だし、なんでこれ売れないんだっていう感じなんですけどね。でも、売れてないですよね。ちょっとこれはち、違う意味でびっくりですね。もっともっと売れてるかと思いましたけど、ああ、そうなんですかっていう感じですよね。まあ、ちょっとゼックですけどね。 なん何でしょうね。まあ、プロモーション自体もそんなに悪くないですね。まあ、実際そうやってね。えー、まあ、私のところには来なかったんだけれども、まあね、そういった YouTuber とかね、ガジェット系のブログとかに、お、え、そ、ー、らくね、こう、提供して、プロモーションかけてたと思うんですけれども、これはちょっと外しちゃったなっていう感じですね。 で、まぁ、あ、ちょっとね、まぁ、あ、非常にいい端末で話題性もあってね、結構ツイッターなんかでも盛り上がってたと思うんですけども、まぁ、あ、あまり売れてないということなんですけれども、まあ、やっぱりこれって上位モデルの方がこれブレイクするんじゃないのかなっていう感じですよね。えっ、ー、と、マスターエクスプローラーエディションの方も一応グローバル版が発表には確かなってますよね。だからおそらく、まあ近いうちに出る。なんか9月ぐらいに出るとかっていうね、噂をちょこっと、まあ合ってるか間違ってるかわかんないですね。小耳に挟みましたけど、 まあそっちの方がブレイクする可能性はありますよね。まあ実際私もですね、この端末と、このね、マスターエディションとマスターエクスプローラーエディションを比較して、まあ中国版ですけど、まあその上位モデルを買ったという経緯がありますんで、やっぱりこう二つ比べちゃうと魅力的なのはやっぱ上位モデルなのかなと思います。もちろん価格は上がりますけどね。まあただこれ価格が思ったより安かったんで、そういう部分で、あのね、確かに上位モデルに比べると、 ちょっとね、インパクト足りないとこありましたけれども、思ったより価格が安かったっていうことで、私はかなり売れるんじゃないかなと思ってたんですけど、ちょっと結果がするとあんまり売れてないので、やっぱりこれはみんな上位モデル待ちっていう感じなのかなという気が少ししますね。はい、それではね、次の端末いきたいと思います。まあ実はね、今回ね、このリアルミージディマステーションが一番人気じゃないかって思ってましたけど、実はね、 全然ね、レベルの違うやつがいるんですよ。私紹介してないんですけど、まあこれ買いました、こっちの方はね。それではね、今回のプレセールで最も売れてる端末見ていきましょう。はい、今回のですね、プレセール祭りでおそらくね、最も売れてる端末はこちらで間違いないでしょう。まあ当然ね、もうシャオミー様ですよ。えーね、レドミー10ですね。価格の方は149ドルというね、非常に低価格で買いやすいね、シャオミーの格安のスマートフォンになっています。はい、何台売れてるかと言いますと、 はい、もうぶっちぎりですよ。14,964個の注文が入っています。リアルミ GT マスターエディションですね。ね、まあ約10倍の差をつけてる。もう圧倒的にね、もちろん価格違いますけどね、価格はもう半分ぐらいですけど、ただ圧倒的に売れてるのはこの端末なんですよね。まあただですね、このレドミ10なんですけれども、正直あんまり話題にもね、なっていませんでしたり、日本でもね、あんまりそういった話題には正直なってなかったと思います。で、アリエクスプレスのね、 まあセールなんかで結構注目の端末なんかはそういったバナーなんかで表示されてねまあセールしてますよとか安くなりますよっていう感じでまあプロモーションされてるんですけどそういったものにもねあんまり出ていなかったんですよねまあその状態で14000台ねもう15000台もうあと数時間であともう数分で15000台いっちゃうような状況ですけれどもまあ圧倒的にこの端末が人気ということですねでこちらの端末はですねまあ紹介はね私も紹介はしていなかったんですけれども149ドルということで まあ、1万6000円 ?1 万5、6千円でね、購入できる、まあ、低価格のスマートフォンになっています。で、性能をね、一つ一つ見ていくと、決してね、こうね、飛び抜けた、ちょっとインパクトのある性能ではないんですよね。まあ、本当に無難にまとまった安いスマートフォンということなんですけれども、まあ、やっぱりシャオミーのこの、まあ、ブランド力って言いますかね。まあ、シャオミーが安い端末ね、新しい安い端末をね、売るよって言えば、まあ、特にそんなにインパクトがなくても、ブワーっと売れちゃうんでしょうね。 でこちらのね、端末はですね、本当にね、結構ね、スペック的には地味なんですよね。えー、5000万画素の、まあ、新しいセンサーのーカメラを搭載しています。あと、SOC がメディアテックの G の8 8えー、これはアンススベンチマークおそらく20万点ちょっと超えるぐらいですよね。で、90Hz のディスプレイにフル HD プラスで、これ液晶ディスプレイなんですよ。で、レ e d m ー n o 10S がね、えー、結構1万円台後半でアモレットディスプレイだったんで、 え、やっぱそれに比べたらちょっとね、スペック的にも、ちょっと見劣りするんですけど、それでも大人気ということですね。で、バッテリーは 5000mAh ということです。あと、ステレオスピーカーにもね、確か対応しています。まあ、ただこのスペックはね、シャオミの中で見ても、まあ、決してそんなにこうね、おっっていう感じのね、驚くようなスペックではないんですけれども、まあ、めちゃくちゃ売れてるということです。こちらの端末はですね、私は一応購入しています。で、私はね、6GB の1ニッパーのモデルを購入しました。179ドルぐらいだったかな。 えっと、まあ、大体2万円ぐらいじゃないかなと思います。で、その時はね、4ギガのね、64、4ギガのね、64ギガバイトのモデルも売ってたんですけど、もうすでに売り切れていますね。だからかなり売れてますんで、もしかしたらね、4ギガ1ニッパーあるいはね、私が買った上、一番ね、上のモデルですね、6ギガ1ニッパーのモデルも近いうちに売り切れてしまうかもしれません。 まあなので、ね、全然話題になってないし、私も紹介してないし、他の人もあまり紹介してないんで、えー、こんな端末あったのっていうことかもしれませんけれども、めちゃくちゃ売れてますんで、もしね、シャオビ i の格安の端末ですね。まあ、だからこの端末は、レドミー9とかね、レドミー i 9とかね、日本でも売ってる、あの辺の後継モデルになります。ノートがないモデルになりますので、そこはね、注意してください。ノート10のモデルではありませんので、ご注意ください。 まあそういうわけでね、まあシャオグミの新しい端末結構人気になってますので、こちらの方ももしかしたらどんどん売り切れていくかもしれませんので、興味がある方は早めにね、購入されることをお勧めします。ということで今回はですね、アリエクスプレスのね、8月23日から行われているプレイセールでね、えー、いろんなスマホメーカーが、まあいろんな端末をね、販売しているんですけれども、まあその中でね、何が一番売れてるのか、あるいは何が一番売れてないのかということね、見てきましたけれども、 まあ、シャオミの圧勝ということですね。まあ、あとね、リアルミー GT マステーションが重いのか売れてないということにちょっと驚きましたね。このですね、今の売れ行き状況を見てもですね、えー、本当にシャオミ i が強いなという感じですね。で、またやっぱシャオミ i のね、端末自体は正直そんなにこう目を見張るところないんですけども、やっぱりそのブランド力って言いますかね、シャオミ i のブランドってどん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 強力になっていくなという感じですね。はい。今回は以上です。